はい、こんにちは、カーパパです。これはね、浅間山付近のマップです。一般的に、ね、浅間山というと、この円のあたりですが、前掛山とかね、あとは黒布山、蛇骨岳あたりを指すんですが、今回登る古浅間山はこのあたりです。浅間山と軽井沢の中間にあります。こちらがね、より詳細なマップです。登山口は峰の茶屋バス停付近。馬返しから高度を上げて山腹へ、そしてね、歴の斜面を登り切ると山頂です。そして西方でご飯を食べて下山。では行きましょう。はい、今回ね、古浅間山言いづらいんですけどね、この古浅間山を、登るってことはね、あまり前は考えてなかったんですけど、最近ね、富士山を見る山とかね、あとは筑波山を見る山とか見るための山にね、登るのを凝ってましてねその方が楽だっていうのはあるんですけど、でね、今回は、浅間山ですよね。やっぱり僕が住んでる栃木からもね、真っ白く見えますから、この浅間山を見るための山、どこがいいかなと思ってね、考えてたんですけど、実際黒布とかね、あっちはもう過去を登ってますし、一回ね、この古浅間山がいいっていう風にね、聞いたもんですから、今回初めてやってきました。いや、暑いね今日。暑いね。いや、もうちょっとね、浅間の周りの山だから寒風吹きさむとかね、そんなイメージだったんだけど、いやー、見た通り無風ですよすごい晴れてるしね。なんか山っぷのね、ログを見ると、なんか今ね、僕が歩いてるこの道も、年によってね、これ雪がすごい積もってる時もあればね、今回みたいに乾いちゃってる年もあるんでね、なんとも言えませんけど、一応念のため滑り止めはね、ザックの中に入ってます。さあ行ってみましょう。だんだんね、雪っぽくなってきた。でも暑いな、まだな。はい。いやー、寄り道したりね、いろいろ時間かかっちゃったけど、はい。こちらが古浅間山の山頂ですね。ちなみにあれです、あっちがね、古浅間山のピークがあそこみたいですね。いや、霜柱が溶けてきた帰りが怖いな、これはい、ね、目の前の山、あっちが、古浅間山口が回んねえよ、古浅間山のピークがあそこです。で、マップだとこっち行くと西方、西の峰って書いてありましたけど、分かれるみたいね。なるほどね、遮るものがないから
なんか見えてきたよ。わあ、山頂だなこれ。いやー、おお、すんげえ景色。うわあ、いやどうだよこれ。あの軽井沢の町の方だよね。あれガスってんの。はい、ここがピークでしょう。それ、おお、こう浅間山。はい、ちょうどねあの辺りが軽井沢の町だと思うんですよ。でポコッと出てる山があれが離れ山だと思うんですね。ずっとこう来てね、こっちが中軽方面で、遥かね向こうに、八ヶ岳です。はい、これでね浅間山ですね。ほんのね3ヶ月前登った。はい、それではね、三角点経由で、西方ですね、西方かな、行ってみたいと思います。はい、なんかね、埋もれそうな三角点だったけど。はい、じゃあ次ね、せっかくなんで西方ですか西方ですか行ってみましょう。すぐそこだと思うんだよね。これ踏み跡新しいね。だいぶ割と来てる感じがしますね。やっぱ人気の山なんだね。いやーいやーいいな、かっこいいな様。しびれちゃうよ。こん中通ってくの。あ、踏み跡はねしっかりあるんだけど。うわ、ここはすごいね。いやーいや、どうもいやー、こう浅間山ウエストウエスト。はい、じゃあね、今回の山頂鍋は口が回ってない口が凍えてる。浅間山を見ながらこれチャンプンを食べたいと思いますダメだ、口が回んないこれはなんだ、破いて火にかければいいのかな。おう、あ、凍ってんだ。すごいね、ガチに凍ってる。はい、最初は弱火だって。いやー、朝間いいね。
こんなことやって遊んでますけどね。あまり行くと怒っちゃうかな。よいしょ。ああ腹減ったね。お、スープが溶けてきたよ。はい、そういうことでね、ちゃんぽんすごく美味しかったです。あんな美味しいの久しぶりだったね。ということで、こ浅間山口が回んね、降りたいと思います。では下りなんでね、ちょっと気をつけて降りましょう。はい、下りはね、これ火山特有のこれなんていうの、砂利、これ富士山と似てるね、この感じ。こんな感じのとこ下ってきますんで、ちょっと滑んないようにね、気をつけていきたいと思います。あ、それでね、滑り止めなんですけど、とりあえずね、今日の時点この雪の感じだったら多分いらないと思います。ただね、もうちょっと朝早い時とかね、夕方とか、まあ、夕方山登っちゃいけないけど、あの凍る可能性があるんで、まあ、その時はね、間違いなく滑り止めが必要だと思います。はい、では行ってみましょう。分岐までの下りはこれかなり角度あります。これ特にね、下今あのズルズル、向かってるわけじゃないんだけど、それでもね、気をつけないとこけます、ここは。あ、滑りながらおばさんが降りてきた。はい、というわけでございまして、今日はね、こ浅間山に登りました。ご視聴ありがとうございました。かばばでした。